長州力さんのハッシュタグの使い方がネットで話題。内容はこちら。長州力さんのハッシュタグの使い方がネットでめちゃくちゃ話題のようです。では長州力さんのハッシュタグの使い方を見てみましょう。長州力、少しずつですが親切な人たちに教えてもらいながらツイッターの機能を勉強してます。まずはハッシュタグ胃長州力、ハッシュタグ胃長州力。この間違いを指摘され気がついた長州力さんがこうツイート。長州力、おい、ハッシュのこと嘘教えやがったな。バカタレが、山本よ。ハッシュタグ長州力。嫌なニュースが続いてたので、なんだか癒されますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。やられちゃいましたな。嘘を教えられたんですか？かっこ笑い。なんか遊ばれてるようですね。次はこちら。我々は、胃長州力の存続を切に願います。長州力さんは、胃長州力でいいと思いますよ。すでに知名度も爆上がりです。飛ぶぞ。胃長州力には参りましたね。次はこちら。またトレンド入りですね。昨日もハッシュタグがトレンド入りですからね。長州力さんの人気ってすごいんですね。最後はこちら。気づいてよかったです。多くの日本国民からそうツッコミでしたからね。何せ50万いいねですからね。ものすごい。結論、こういったほっこりニュースに50万いいねもつくということは、皆さん疲れているのでしょうね。まあ外出も自粛ムード、経済も先行き不安ですからね。疲れるのも当然です。長州力さん、こんな時期だからこその癒しをありがとうございました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。